ブランデーグラスに注がれたブランデーブランデーは果実酒から作った蒸留酒の総称。語源はオランダ語の焼いたワインを意味するブランデュインから。明治時代の辞書、周沈毒は新時林によればブドウチ酒と訳されている。漢字でマカリムか、ランチや白ランチとも当てて書かれた。主に白ブドウのワインを蒸留して損に入れ、熟成して製造する。 単に、ブランデーといった場合は、通常ブドウが、原料のワインを蒸留して作られたものを指すが、リンゴから作った、アップルブランデーやサクランボから作った、チェリーブランデーも存在する。アルコール度数は40度弱から50度程度である。ノルウェー語でブランディビン、焼いたワインの意と呼ばれていたものが、オランダ語のブランディウィンとなり、これが英語で、ブランデーワインになり、 いつしかワインがトレブランデーとなって広まったものである。なお現代のフランス語では、ブランデーを、オーデビと呼ぶ。これは、語義通りに解釈すれば、命の水で、語源まで遡れば英語ウイスキーなども同様である。7、8世紀頃より、スペインでワインを上流していたと言われる。15世紀には、フランスのアルマニャック地方やコニャック地方で生産が、始まり、 この地方のブランデーは現代では世界的に知られている。1713年には、ルイ14世がフランスのブランデーを保護する法律を作った。それ以後、ヨーロッパ各国の宮廷に取り入れられ、王公の酒の地位を得ていった。ワインの生産国はいずれもブランデーを生産しているが、中でもワイン製造の盛んなフランスは、ブランデー生産国としても有名である。 特に、コニャックやアルマニャックは、原産地古省を保護するアペラシオンドリジーヌ・コントロレの認証を受けており、1909年以降は、名称の使用が法律で厳しく制限されている。たとえ、フランス産であっても、認証のないものは、コニャックやアルマニャックと称してはならず、フレンチブランデーとされる。世界的に、こに有名なブランドとして、レミー・マルタン、ヘネシー、 マーテル、クルボアジェがある。日本において、ブランデーの製造法が知られるようになったのは、少なくとも19世紀末で、オランダ留学から帰国した、江本武明が、親族に、その製造法を記述して伝えている。その後、本格的に作られ始めたのは1950年代からで、ある。日本国内で製造している、主要企業には、サントリーや、日華ウイスキー、 キリンビールなどがある。ブランデーグラス飲み方として最も知られているのはストレートである。ブランデーグラスに室温のブランデーを少量を入れて香りと共に味わう。適度に温度が上がると香りが立つのでグラスの底を手のひらで包み込むようにして揺らし手の体温で温めながら味わうのが良いとされる。ただし体温で温めるのはブランデーの品質が低く 香りが弱かった時代の名残であり、現在のブランデーは温める必要がないとも言われる。また、最初にごく少量のブランデーを注いで、グラスの内側を薄く濡らすようにしてからマッチの火で、アルコールを飛ばし、そこに改めて少量のブランデーを注いで飲む方法があるが、これはあくまで目を楽しませる演出の一種と考えて良い。オンザロックなど、冷やして飲むのは、 香りが立たないため推奨されない。特に、上質のブランデーに氷を入れる行為は、味のわからない人がやることだと取られることがある。水割りは、アメリカでは、一般的に行われ、特に、酒に弱い女性などが水割りで飲む傾向があり、ウイスキーの水割りよりも上品な飲み物とされる。フランスをはじめとするヨーロッパやロシアなどでは、基本的に水で薄めて飲む習慣はない。 また、ヨーロッパでは、ブランデーに限らず、上質の蒸留酒をストレートで、安物の蒸留酒を、ソーダ割りもしくはカクテルに使うため、ブランデーのソーダ割りは、一般的でない。これに対して、英国では、ブランデーのソーダ割りが、王公貴族や、知識人のたしなみとして好まれた。ブランデーはステーキなど、肉料理のフランベにも使われるほか、洋菓子の香り付けに使われる。 また、サラミの加工段階でブランデーを加え、風味付けや、殺菌のほか乳酸発酵を促進させるために含有する糖類で、pH 値を下げる用途に使われることもある。考料として、ブランデーを加えた、洋菓子等の中には、アルコール成分が残るものもあるため、未成年や、妊婦の食用、自動車運転の前などには注意した方が良い。また、 コーヒーの飲み方カフェロワイヤルでも用いられる。ブランデーでは、ブレンドした、原種中で最も古いものの熟成年数を表す、符号が一般に用いられている。ただし、これは製造国や製造元、コニャックアルマニャック等の特定名称によって異なる。出店により、熟成年数の表示は様々で、ブレンドした、 新しい酒の熟成年数にもよるため参考として記述。コニャックやアルマニャックの場合、これらの称号は、原種が一定時間熟成されていなければ名乗ることは、できないよう全国コニャック事務局や全国アルマニャック事務局において厳しく規制されているが、それ以外のブランデーについては、 ラベル表示に関して何ら規制はないため、同じナポレオンと名乗っていてもメーカーによっては価格に10倍以上の開きがあり、品質も運命の差がある。大抵無名のブランドのナポレオンとは2000円前後で、箱なしや粗末な,な瓶に入って売られている場合が多いが、これらの多くは蒸気の規制のないフレンチブランデーであり、必ずしも長期熟成を経たものではないので注意が必要である。 総じて高級品ほど瓶や箱が贅沢にできており味もスムーズである。プレミアムコニャックの場合5万円以上し数十年熟成されたものもある。コニャックアルマニャックがフランスの酒にもかかわらず等級名が英語であるのは過去の特に18世紀の重要な輸出相手国がイギリスであったことによる。ロシアではコニャックがブランデーすべてを指す単語であるが フランスはロシアにブランデーを用いるよう求めている。サントリー製の製造はサントリースピリッツが販売は種類販売事業会社のサントリー種類が行っている。日カウイスキー製の販売は機能親会社のアサヒビールが行っている。キリン製の製造は機能子会社のキリンディスティラリーが行っている。チューリップ型のグラス。 グラスの下の部分を手のひらに乗せるようにして、持つように作られている。これは、手のひらの温度でブランデーを温め、香りを立たせるためである。また、口がすぼまっているのは香りを中に閉じ込め、拡散するのを防ぐためである。足のついたものが、一般的だが、足のないものもある。村田文夫、著、養音薬船、山城屋左平、1872年。実用新事件。 発音数院から、国立国会図書館、デジタルコレクションハット ABCDEFGH、小泉武雄、酒の話講談社、講談社現代新書、1991年5月17日。ISBN4 から06から14万5676から8。日本の歴史研究版編、大人の常識を鍛える。日本、歴史力検定リード社。 2007年、197から198ページ。ISBN 978から4から845832309。渡辺達也、字がかもす芳醇な香り。読売新聞、P15、ハムソーセージのちょっと難しい話からホリホリの、ハムソーセージうんちく話2016年7月19日、閲覧。ありがとうございます。